見どころ。芝川に沿う山あいの里には、鬼のいない村や、おめっちなどの昔話が残されている。はったり伝えられてきた昔話の舞台を歩く。資料館市内沙織地区で発掘された樹齢約600年の神代杉を展示している。芝川が増水した際、下流域の農地被害を防ぐため、分流ゲートで分水し、大倉川、農地防災ダムに増水した水を流す。また、ゲート上流には芝川を水源とする北山農水、万の農水の取り入れ口がある。鬼のいない村。この辺りは昔話、鬼のいない村の舞台である。鬼橋は鬼が鉄砲で撃たれた場所であり、足がたは撃たれた鬼の足跡がついた場所であるという。この足形とは、水の作業により、小石が川底の岩をえぐって作ったくぼみ、ポットホールである。内藤の同祖神。令和8年、1771年造立の総体同祖神で、隣に関市がある。
電所。芝川の水を利用した水力発電所で、大正7年、1918年に発電を開始し、現在も稼働している。芝川水系には他にも足立田や江の頭などに水力発電所があり、現在も稼働している。地域の5つの神社を奉祀して昭和46年、1971年に創建された。境内の灯籠院や登り杭に旧神社運命を知ることができる。また、この地域の宇都の集落と足形集落には指定無形民族文化財、木伏念仏が伝承されている。黒岩市西側に高さ187cm の石洞や総体道祖神などがある。石洞とは六角柱や八角柱の同心、胴体に経文や仏像を刻んだ石塔である。少し離れた北西の辻には江戸時代に作られた木の枝や馬頭観音が並んでいる。上半戸の道祖神、天明2年、1782年の造立で、中の空手を組んでいる総体道祖神である。地域では文殊堂と呼ばれ、文殊菩薩が祀られている。堂の前には19世紀に造立された石灯籠がある。毎年8月19日に行われる祭りでは近年手筒花火が奉納されている。